こんにちは今回は CAW の 40mm グレネードランチャー M79 ねご紹介したいと思いますエアソフトガンの範疇に含まれております、はい、購入したのはね数年前だったんですけれどもねまあ長物の紹介はねちゃんと画角が取れるようになってからということで先に回そうと思ってたんですけれども比較的こいつは短いんでね えー、今回ご紹介したいなと思った次第でございます。はい、グレネードランチャーといえばですよね、某漫画、ね、出てくるジェド・ゴー氏が愛用してたということで、ちょっとね、えー、そんなこともね、えー、頭の中に浮かべながら、えー、購入のポイントはですね、この素晴らしいストックですね、この木製ストック。 まあいくつかあるうちの中にあるその長物の中でもですねこのストック本当ちょっと飛びっきりだなっていうふうに思っておりますはいどうです木目といい仕上げといい素晴らしいですねあとに握り心地っていうか触り具合もねはい、えー、まずパッケージの方ちょっとね、えー、今マイクをねすっ飛ばしてしまいましたね パッケージの方を見ていただきましょうこういうね迫力のあるパッケージにねはいねマニア心をくすぐるパッケージですね CAW のモスカートユーズオンリーと書いてあります、えー、ところがですね後ほど事情を説明しますけれどもねまだね馴染んでないのがきついんですねということでね装填廃墟はねサードパーティーの方でやらせてもらいましょうはい で、えー、マニュアルですね、そうそうそう,そう、なるべく見ていただきたいと、特にこのストックを見てくださいということで、えー、マニュアルはね、えー、こんな感じでね、えー、またね、雰囲気のあるね、オペレーションズマニュアルっていうのが、僕、ついてくるわけですね。いかにもね、えー、向こうの軍隊風のマニュアルですね、イラストが多用されていてね。 じっくり読まなくても直感的にね絵でなんとなくわかるということでしょうねはいこんなのがね一、まあ、枚切きりですけれどもね本当はなんかお勉強資料かなんか別につけてくれると嬉しいんですけれどもねえ純正のね、えー、先ほど箱に書かれてたカートはこちらですねはいこれはこれでね、えー、いいんですけれどもこれの取説がねこれまた単体でね、えー、しっかりとついてきています時々メンテみたいなものがねはい要求されて はい、じゃあねディティールをねちょっと見ていただきましょうまずマズルですね当然ね、えー、グレネードが飛び出すわけですからボコッとね穴の開いてるだけみたいな感じですねでそれからフロントサイトが現れるんですけれども実際このね、えー、サイト寝ている寝かしてている状態でね、えー、こことねこの消耗とね この調整だけでもね簡易的なはい簡易的なというかね狙いをつけることはできるとでグレネードランチャーですかポーンとこうねもう拳銃弾ほぼまっすぐと違ってねこうバーンとね山なりにね放物線を描いていくわけですからその時の着弾点を調整したりするのにははいここにあるねこいつをね活用するわけですここのねレバーをねクイッと下げますと そうするとこのロックが外れてカパッと切るわけですね。で、ここにはい、細かい数字がいっぱい書かれていますから、この辺をね、こう調整し,してね、こいろいろとね、やるわけですね。こんな感じですね。はい。この姿もね、なかなか絵になるなとは思いますけれども、正直あの、このモデルガンの、モデルガンとエアガンの場合はね、この辺、鋳物のパーツみたいなんで、さすがにね、おっかないんでね。 え普段は閉じておこううと思う次第でございますどっかにねこう陳列するような時には開けてみたいですねはいそれからねこの辺りがねバカッとね、えー、中折れさせて、えー、グレネードをね装填廃墟をする、ね、そこのためのレバーですねでこれがねセーフティーよく見るとね F と S ってこれ細く書かれているんですけども、ね、今はファイリング状態これがセーフティー状態 トリガーがねロックされますプチンっていう感じですねはいそれからねここに刻印があるんですよなんか雰囲気あっていいなと思ってこの刻印ねはいじゃあちょっと中折れした形を見ていただきましょうそちらから見るとこんな感じですねあかとこんなふうに開いちゃいますカバッと ガバッともう中には何か書いてあるのかなただのなんかあれかな成形の汚れかなこんな感じですね。開くとね。ねでここにね、えー、このグレネードをね、えー、詰めていくわけですね。こうやってねピュッとねピュッと。でこのエキストラクターがね効いてるところでねここでパチンとこう締めると入ります。ねでポンと打ってね。 でまた開いてパンとそうするとねこのエキストラクターがねピュッと押してくれるんでねで、また交換ということになりますねはい CAW の純正のやつを入れるとね今ちょっとね抜くのにね結構苦労しちゃうんでとりあえず今ねデモンストレーションはこのサードパティ品でやらせてもらいましたはいでカートリッジ自体は たくくさんの BB 弾が入ってて、ていっぺんにボーンとこう出ていくやつ、ね、結構ねあの発射音すごいですよこれモデルガンのそうですねあのプラグファイヤーカートリッジよりはねと,あと同じぐらいの音がするかもしれないんでねはい室内でね夜中に遊ばれる方はねご注意願いたいなぁなんていうふうに思います気分が出ますよねあで材質はね全部これ樹脂ですねここ だからこれもモデルガンというよりもね、ななんかこう、なんつったらいいんだろうはい。<laughs> なんかあのパイプみたいです、完全に。このパーティングラインというのはこれ実銃にはさすがにないんでしょう。これはこれで許容しなきゃならないものなのかな、はい、あとスリング用のね、はい、パーツはちゃんとね、しっかりしますけれども、ちょっとスリングは、ね、今持ってないですね、私ね。 はい、それとねこのトリガーガードのところこれやったことないんですけど傷、ね、ついちゃいそうでねこんな感じでねはいトリガーガードのところもねなんかいじれるようになってますねはい、怖いからやりませんけれども <laughs> っていうのもですね例えばですねこれもそうなんですけれどもこれ例えばこれエキストラクターのこのパーツなんですけどもねここのパーツだけね別のなんかこうパーツで樹脂なんですよ でさっきもね純正カードでやった時にねよくありがちなねカートの、えー、リムの部分がね乗り越えちゃって中にねカチャンと入っちゃってね結構悲惨なことになったりしたので、ね、ちょっとやっぱ樹脂製ですからねあんまりね無茶な遊び方はできないなと思ってる次第でございますまあこうやってねたまにパカッと開けてね、えー、そちらから見てみましょうでこれをねとねおっとっとっと,っと,っと 装填してでパチンとこう閉めてねでねこのサイトをねキュッと立ててガチャンとねで、うんって狙いをつけてねで楽しむという感じですねもちろん買ってすぐねあの <laughs> ティッシュの箱に向けて発射しましたけれどもねまあなかなかすごいことになりますよね ちょっと間違ってもね普通にうち我が家の場合はほらあの死者する時ってあの家の中でやってるじゃないですかもう掃除たまらないですよだからあのよっぽどちゃんとねあのキャッチャーのついたねあのなんていうんですかターゲットにね、えー、至近距離からボンってやらないとねはいいけないなーなんていうふうには思いましたはいで c l a ブルさんのカートもねこんな感じで、ね、外観ちゃんと紹介しておきましょう純正のカート でこれはちょっとサードパーティー品でね箱がちょっと今どっか行っちゃったんで中身中身というかメーカー名とか不明なんですけれどもこちらの方がね多分ここの径がほんの少し少な小さいっていうのとう滑らかなんでねスルスル入るのかなとだんだんなじんでくると思います女子ですからはいただそこまでねヘビーデューティーに使うというより冒頭申し上げた通り私はこのね、はい、木目を楽しむということを中心にね 時々引っ張り出そうかなと思います、はい、ますは家が広ければねもう本当にこれなんかねドカンと飾りたい感じですねで飾る時にはこれはもうなんかこう横にこうバシッてこうハングルさせるんじゃなくってどっかねリビングの隅の方にねなんかどっかでそんな絵面を見たことがあるような気がするななんてねはい。 ななかなかね、えー、私のコレクションの中ではねグレネードなんていうのは、ね、ランチャーっていうのは本当にこれぐらいじゃないかなと思うんですけれどもね死、まあ、者なんかもねとりあえず今日はやろうどうしようかなと思ったんですけれどもねちょっとね検討してねもしこの、えー、カートリッジっていうかねグレネードでね1発だけ打てるっていうようなスタイルのものがあればねそんなんでねちょっと楽しんでどのぐらいまあ、でもこんなの狙って当てるもんじゃないんですもんね。 失礼しました。取り消します。このままね、はい、えー、楽しくね、鑑賞したりね、アクションを楽しみたいなというふうに思います。ということで、えー、今回は CAW さんからね、発売されていましたかな。はい、M79 ですね、グレネードランチャー、ご紹介させていただきました。ではまた。